レース下道でここ東京駅から日本最北端の北海道宗谷岬まで向かっていくという企画になります。ついに盛岡という表示が出てきてしまいました。今7時半であと168キロ、はい、10時52分八戸市のホテルに着きました。八戸から北海道の小樽までオール下道で向かいます。サザビ、シュランジュ、おーい海だー、多分あれ北海道ですね。はい、今本州の最北端に来ております。はい、ってことで北海道上陸。今えらい目にあってます。真っ暗闇の森の中で大雨に降られています。な方が雨こが止まって着替えることもできないし、ほんときち、小樽の市街地まで降りてきました。うわ、寒い。ありがとうございました。またお願いします。はい、ということで皆さんおはようございます。明曜日です。いや、ほんと昨日ね、散々な目にあって早く本当に死にかけたんですけど、まあ、今回泊まったちょっと宿の方が、まあ、民宿的な感じで暖房をね結構0時ぐらいまで使わせてくれたんですよ。あのブースに新聞紙詰めて、でグローブとかもう全部ね、あの暖房の前に使わせていただいて、なんとかね乾きました。民宿、カモメ屋さん感謝です。はい、ということで今日3日目ですね。ズバリ言うと、今日小樽から宗谷岬まで行きます。だいたい6時間ぐらい。というわけでね、昨日の晩ちょっと禁止状態でビール倉庫行けなかったんで、もう朝はね、せっかく北海道来てるんでちょっと海鮮丼を食ってから、宗谷岬に向かいたいと思います。でこの小樽には海鮮市場がありまして、朝7時半ぐらいからやってるってことでちょっと行ってみましょう。はい、ということでやってまいりました。こちらが北海道小樽市の小樽駅です。この小樽駅のバイク置き場から30秒ぐらいのところに三角市場と呼ばれる魚市場があります。このバイク置き場のすぐ隣の階段を登っていくと、はい、もう到着。近すぎんだろう。中に入るといきなり巨大なタラバガニがお出迎え。新鮮そうな海産物がたくさん並んでいて、もう朝っぱらから北海道を感じまくりでした。そして海鮮丼が食べられるお店もいくつかあるんだけど、もう皆さんうすうすお察しの通り満席です。混みすぎー。三角市場、全然無理でした。もう朝なのにね、もう1時間待つよとか言われちゃったんで、一応この小樽から宗谷岬まで今日のルートが6時間14分352キロ、もうひたすらこの海沿いに行って多分有名なオロロンラインとか走っていく感じになるんですけど、多分途中に留萌市っていうまた町があるので、ちょっとこの留萌まで行ってみて、そこで海鮮丼食えそうならちょっと挑戦してみようかなと思います。まあ、今ちょっと朝8時っていうめっちゃ朝飯の時間っていうのもあって市場混んでるんで、とりあえずね2時間46分、逆に昼前のねちょうどいい時間かもしれないんで、まずはこの留萌まで146キロ走っていきたいと思います。ちょっと小樽駅の前でバイクの写真撮るか。もはやね、昨日辛い思いをしたご褒美と言わんばかりのいい天気です。留萌まであと1時間ね、頑張って向かっていきたいと思います。よし、
はい、今留萌市に入ったんですけど、思ったより海鮮丼の店が少ないっていうか、市場が多分ないのかな。でまあ良さげな店はあったんだけど、1万以上のお寿司屋さんみたいなのはあったんだけど、ちょっとこれそんなにお金持ってないんで、でちょっと調べたら、あと50分ぐらい頑張って走って苫前ってとこまで行くと市場の直売所みたいなとこがあって、そこの海鮮丼がクソうまそうだったんで、あと1時間ちょっと頑張って走ってみたいと思います。ただもうガソリンが点滅しててちょっとやばいので、一応この留萌で給油をしてから苫前に向かいたいと思います。また北連で入れます。今回の旅3回目の給油でございます。ちなみに前回給油してから走った距離は349キロ、まあ、GT400 キロは持たないんだな、下道だと。満タン。はい、では今回は給油量 17.8リットル、走行距離が 349.7キロ、まあまあ後で帰ったら計算しましょう。ゼロにします。はい、じゃあとりあえずね、ガソリンも満タンになったということで、苫前の市場まで行きたいと思います。どこまでも道が続いてますね。だってあそこ今から行くんでしょ、まあ、本当に日本の最北端に行くわけだから、行ける限界の一番北まで行くわけですから、まああそこは通り過ぎるってことなんだけどね、すごいよね。空が広いな、雲がさ、どこまでも続いてるんですよ。ただでさえこんな広い道を走ってさ、もうどこまで行けんのかなって感じなのに、あんな未来の日まで雲があるのをちょっと見ちゃうとさ、いや世界って広いんだなっていうのを身をもって今体感してます。苫前まであと12キロ14分です。はい、ということで苫前まで無事にやってきました。で、目的の場所があと1分、あそこだ、ということで、こちらですね、北の二品屋さん直売所。やっぱりバイクもいっぱい来てるし、ちょっと混んでるかもしれないですね。ここに止めとくか。ということで、改めて苫前にある北の二品屋さんという水産物の直売所へやってきました。ここは名前の通り地元の海で獲れた美味しい海産物も売っているのですが、中に食堂があり、そこの海鮮丼が評価高めだったので食ってみてと思って立ち寄ってみました。メニューはざっとこんな感じなんですが、今回散々いろんなところすっ飛ばしてきた分、一番美味しそうなものを注文してきましたよ。はい、本日限定メニュー、ヒラメ、イクラ、ウニの3色丼です。見てくれこの見た目、うまそうがすぎる。イクラの粒もでかいし、エビのお味噌汁までついて2500円。もう早速いただきます。いや、寄ってよかった。寄ってよかった。このタイムアタック中に初めてね、ちゃんと待ち時間並んでご飯食ったんですけど、やっぱりなんかね、直感的にね、いやここ絶対うまいやろと思って来てよかった。いやなんか全然別物だったね。再び北へ向かっていきましょう。時間は今2時5分で、宗谷岬まで2時間31分156キロ、ギリギリ日が沈む前に行けるかなっていう感じですね。はい、とりあえずお腹もいっぱいになったんで、気合い入れて宗谷岬目指していきましょう。パトカーいたじゃん、あんなところに交番あんのと思って見たら、警察官運転席に座ってたんですよね。多分これあれだね、イエローカット見てるんだろうね。はい、
本当だからこんなだだっ広い開放感のある道でも気抜くとやられるんだろうね。みんな本当気をつけてと思ったら後ろからパトカー来てるよ。あらららあら、あのレンタカー売ってるぞ。だからあのレンタカーイエローカットしちゃったんですか。いや本当意に変えたようなタイミングだな。そんなことある。うまい。そんでちょっとね、このオロロンラインに実はですね、僕の友達の親戚がやってるお店がありまして、なかなかこんなとこ来る機会ないし、ちょっとせっかくなんで軽く寄り道していこうかなと思います。あと 200m って書いてあるからこの辺かな。あそこだ。天然甘エビ丸干し。どこだ。ここだ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 。目の星さんっていうところですね。ちょっと寄っていきましょうか。東京の。じゃあまた来ます。どうも失礼します。はい、ということで今急遽寄ってきた梅の星さんっていうお店ね、実はあの僕の友人の親戚のお店でして、まあね、中学からの友人でね、昔からあのオロロンラインに親戚が店やってるって話聞いてたんだけど、まあ、こういう機会だったんでね、今回ちょっと初めてね立ち寄らせていただいて、で生タコとかエビのふりかけがすごい有名だっていうんでね、あの買って家に送りました。最近なんか登録者10万人ぐらいのキャンプ系 YouTuber の方が買いに来て、そこから結構お店の評判がすごい良くなったみたいなお話されていたの でなんかちょっと僕も YouTube やってますなんて言っちゃうと純粋な気持ちで初対面の挨拶でできなくなっちゃいそうな気がしたので、身分は明かさずお話ししたんですけど、なんかでもキャンプ系の方が来て本当にそこからお客さんが増えたとおっしゃってましたね。 YouTube ってやっぱすげえんだな。ちなみにこの家に送った生タコですが、もうお世辞じゃなくて本当に今まで食べたタコと全然別格の柔らかさでめちゃめちゃ美味しかったです。さっき食べた海鮮丼と同じで、やっぱり北海道の海鮮ってなんか全然違いましたね。まあ、というわけで改めてですね、今の時間が3時11分で、宗谷岬まで残り2時間4分で131キロ、日が落ちるまでにたどり着きたいってことで、宗谷岬下道チャレンジラストスパート、みんなその目にやっつけてくれ。来たぞ、巨大風車。うわー、すっげー、向こうまで果てしなく風車が続いてますね。あの辺から撮るのが正解なんだろうね。この辺かな、ベストプレイスは。よっこい、写真撮るぜ。
いしょ。さあ行くか。残り81キロ、1時間17分、本当の本当にラストスパート、あと少したどり着くまで気は抜かずにね、安全運転で向かいましょう。今稚内の市内に来たんですが、いよいよ見てください、看板に宗谷岬の文字がついに、看板にね現れました。今時刻は16時46分、4時46分で宗谷岬までは28キロ30分と、ちょっとここで、今回今走ってて感じた生の声みたいなのをちょっと語っていこうと思うんですが、今回のね下道宗谷岬チャレンジもう3日目の夕方なんですけど、まあ、時間的に言うとぶっちゃけ本当に東京駅を出たのは昨日の朝のことのように今感じてます。本当にあっという間だったし、思ったより近くねと感じているのが、まあ、今の正直な感想です。でね、まあ、今回僕初めて北海道に来たわけなんだけど、まあ、ラッキーピエロさんもまだ入れてないし、さっき小樽のね海鮮丼もクソ混んでて入れなかったし、そもそもずっとまっすぐ宗谷岬に向かった下道を走ってるだけなんで、いやただ走ってるだけじゃんって思う方もねもしかしたらいるかもしれないんですけど、こういう普通に暮らしてたら絶対に見られないような景色をたくさん見られたってだけでも正直来てよかったなと思ってます。そしてさらに一つね僕から言わせてください。帰りがあります、はい。まあ、帰りの方がね日数おそらくかかるんで、それはそれで皆さん楽しみにしておいてください。まあ、とりあえずまずはゴールすることが何より先決なんで、あと19が21キロってとこまで来てるんで、本当の本当にラストスパートやっていきましょう。前世下道でここ東京駅から北海道宗谷岬まで向かっていくという企画になります。まだ福島か。ほら見てこれ、あったかそうでしょ。微妙に小雨が降って辛い。晴れた、海だ。ついに北海道へ上陸しました。あの土砂降りでちょっとねブーツの中まで今びちゃびちゃになっちゃって、なんとかね乾きました。すっげー。皆さんこんばんは、メニオビです。よいしょ、ちょっとこれ見えっかな、東京から下道で宗谷岬チャレンジゴールしました。はい、時間が見えるかな、5時19分って書いてあるけど、まあ5分ぐらい前に着いたんですけど、とりあえず今感想言っていいですか。寒いです。はい。俺ねメッシュなんですよ。やっぱ関東出るまでが暑かったんで、メッシュでね、これ中にユニクロのダウンを2枚とか重ね着できてるんだけど、まあまあ耐えられるけど、ちょっと手グローブしないと手が寒いっていう感じですね。はい。はい。で、一応ね、まあここまで来たはいいけど、今日、名寄っていうところに泊まるんですよ。名寄って皆さん知ってますか？まだこっから3時間くらい走って帰んなきゃいけないんで、とりあえず記念撮影して、帰りますんで、はい。中分けて宗谷岬到着です。せっかくなんであそこまで行ってみましょうか。寒い。真っ暗になる前に来れてよかったよ。隅っこ町コラボってか、隅っこやからね、北の大地のね、隅っこ暮らし可愛いですよね。はい、はい、やってきました、日本最北端の地、宗谷岬到着です。えい。
ここより北は行けません。お疲れ様でした。さて、東京駅から宗谷岬まで全て下道で来て、お金と時間はどれくらいかかったのか、結果発表です。ここまで来るのにかかった金額は、燃料代1880円、津軽海峡フェリー4420円、ビジネスホテル2泊9500円、食費は海鮮丼2回やスープカレー、途中の缶コーヒーやパンなど全て込みで約7000円、オール下道のみで3万円弱という結果になりました。そして時間は1日目の朝6時半に出発して3日目の17時11分頃についているので、かかった時間は約58時間40分。率直な感想を言うと、宗谷岬って普段考えているよりもはるかに身近な存在なのかもしれません。ワンチャン社会人のお盆休みとかでも真似できるかもしれませんね。ということで、次回からは帰り道兼寄り道編、メニホビの旅はまだまだ続くので応援よろしくお願いします。待て、次回。で、今日のホテル大浴場あるっぽいんで気合い入れ直して、向かいましょう。やばい、あと1時間25分90キロあるんだけど、ガソリンランプが赤点滅。いや、これ持たんやろ本当に。で、セコマがあったらそこでちょっと命つながないと本当にやばいので、21キロはちょっと持たない。ちょっと持たないですよ。まあ、そうですよね、うんうんうん。